大田敏彦は、日本の政治家。愛知県豊田市長。愛知県豊田市生まれ。1977年3月、早稲田大学小学部卒業。同年4月1日、豊田市役所に奉職市議開催大会派の自民クラブ議員団や、民主党系の市民グループ、JA、豊田鴨医師連盟、豊田鴨司会司会などで作る、21世紀の豊かな、 町を作る会は、豊田市長の講演組織として、鈴木康平を支えてきた。2000年の初当選以来会長として、組織をまとめてきた j a 愛知トヨタ、代表理事組合長の奥田克也が、2011年4月6日に、死去。後任に、豊田商工会議所前会頭の渡辺商事が就任。同年9月5日、鈴木は、翌年2月の市長選への不出馬を表明。 その直後、民主党の中村進む県議は、後継者に関して、国政を民主がとって市長までという意識はない。自民に提案していただいた人にお願いしたい。ただし組織の理念から、党派を超えた全方位外交的な人でなければ、納得できないと述べた。21世紀の豊かな街を作る会は9月14日から、後継選びを開始した。自民党は、 2011年2月の愛知県知事選挙で、擁立した元総務官僚の重徳和彦を押した。民主党は、労組の理解が得られないと、重徳案に反発し、前述の中村進県議の名を挙げて対抗した。21世紀の豊かな町を作る会は、分裂を避けるべく、渡辺会長に重徳と中村以外の人選を一任。その結果、同組織は12月13日に、 大谷に出馬要請。12月15日、大田は市役所を退職し、立候補する意向を表明した。2012年、豊田市長選挙で無投票により初当選。2月19日、市長に就任2015年6月10日から2016年6月8日まで全国市長会副会長を務めた。2016年2月、再選。同年5月25日、 中核市市長会副会長に就任。2019年5月29日、中核市市長会会長に就任。2020年2月、3期目の当選。投票率は過去最低の36.56%を記録した。ものづくり未来塾は市内コロモ町にある施設、ものづくり創造拠点先端で開かれている。2021年春。 民間の力を導入し、倉地公園をリニューアルした。ありがとうございます。